見えてますか？こんにちは。聞こえる？こんにちは。ねえ、待って、前髪めっちゃボサボサ笑う。すごいすごい。今ですね、初めて初めて、待って、まだね。初めてパソコンから配信をしてるんですよ。ちょっと待って、パソコンのさ、充電器持ってこよう。ちょっと待ってね。すっごい変な感じする。なんかついにパソコンでの配信方法が分かったかもしれん。ようやくできた。投げちゃった。すごい。なんかまだ私が慣れてないからすごい変な感じする。すっごい変な感じ。大丈夫かな。すごい。テロップ書こう。初送信。おお。すごい。ちょっと明るくしよう。まだ慣れてないのでちょっと大丈夫かわかんないんですけど。すごい。いや、お初は初めてパソコンから配信しますって。これだったら大富豪配信もできるんですよ。パソコンでできるってことはスマホが使えるから、そう、大富豪配信もできるし、なんか試しにやってみた。OBS 使って配信する方法
をちょっと調べてみてやってみました。まだ全然慣れない。これ新しいコメントどうやって見るんだ？これか。さあちゃん、だるま100個ありがとうございます。すごい。そう、パソコン配信カメラは、そう、パソコンについてます。でもすごい遅れてなんか自分が見えるから変な感じする。いつもはリアルタイムで自分の画面見えてるけど、今私が映ってるパソコンの画面は、なんかね、遅れて見えるから、変な感じする。ハートもありがとうございます。昨日はてかパソコンこうなんかさ普通に作業してもさあれだよね、カメラ閉じないからいいね。危なっ。すごい変な感じ。ちょっと待って、クシ持ってきたい。なんかいろいろ持ってきたい。でなんか試そうと思ってさ、できるか分かんなかったからさ、何も準備してなかった。クシ持ってこよう。え、レゴランド行ってきた。いいの？レゴランド行きたい。なんかめっちゃさ、なんかテレビつけてたらさ、なんかさ、ディズニーやっててさ、あれ終わっちゃうんだね。なんかさ、なんだっけ、水のやつ。ちょっと待って、めっちゃちっちゃい頃から見てたのに。山ちゃん、ハート100個ありがとうございます。パソコンは Mac で、そう、もともとは違うやつ使ってたんだけど、なんか YouTube やりたくて、で、ある日急に親に借金してMacBook Pro 買って、まだ返済はしてないんですけど、はい。でも YouTube ちょっとやってたんですけど、そう、SK 入ったからできなくなっちゃってそう、今はやってないです。でも普通になんか、まあショールームでも使えるし、普通に使えるし、うん、って感じですね。そう、 MacBook Pro のなんかね、リンゴが光らない方だから、新しい方なのかな、割と。私はね、今ね、これはなんだ、ヒルナンデスめっちゃ噛んじゃった。ヒルナンデスをつけてます。なんだすって言っちゃった。カメラを止めるの見たことない。見てみたい。なんて言ってた、わかんない、なんか忘れた、わかんないけど噛んじゃった。
昨日あれですね、ブログだったのでぜひ見てほしいんですけど、そう、なんかね、そういうオーストラリアさ、まあ大変じゃないですか。なんか私もなんかいろいろねできることないかなと思って今調べたりしてたコーラさんたちもね、そうだし、そう、なんかコーラのマーチ買うのもさ、あれさ、一部はこうオーストラリアの募金にもつながってるですね。そう、あとゆうこさんとかはなんかお洋服買うのでこうやったりとかしてました。なんかいろいろあると思うので私もできることはやりたいなと思っております。大富豪のボーナスタイムが2時までだっけな。なんかちょっとねやろうかなって思ってます。ね、2時までだよね。12時から2時までがボーナスタイムなんで、ちょっと大富豪やろうと思います。あとね、なんか TikTok にねあげたい動画あるんだけどね、なんかそう、まだあげてないやつとかあるからね、ちょっとあげるかわかんないけど、まだそうやりたいと思います。じゃあやろうかな。大富豪、大富豪やろうかな。今大貧民なんだ。そう、なんかさっき都落ちしたんですよ。そう、大富豪だったのに。そうなんですよ。だから今大貧民なんですよ私。まだちょっとコメント読みが慣れないパソコン。自動で新しいの更新するにはどうしたらいいんだ。あ、見えた。新しいコメントを表示。対戦してくれ、ぜひ一緒にやりましょう。てか思った、なんかさ、3月22だっけ、忘れちゃった。さあ、なんか握手会なんか大学のがあるから出れないと思ったけどさ、よく考えたらさ横浜なんだね、3月22ってって思ったこう袴着ていけないのかなってもちょっと考えちゃったどうなんだろう。
あと、あれがあったんですよ。バニーちゃん、バニーガール、サンタではないんですけど、普通のやつが今お家にあるので、なんかそれを握手会で着たいなって思ってる。わかんない、袴でもね、買う方じゃなくてね、なんか予約の方にしちゃった。そう、だからわからん、なんかてかわかんない、そもそもなんか移動とかみんなと一緒じゃないからできないかもしれない。どうなんだろうね。まあ写真は確実に送ります。という喋ってる間に、ぜひ皆さん大富豪の準備を一緒にしましょう一緒に大富豪しよう。これライブ終了もさ、どうすればいいんだろう。一回 OBS の方で配信終了してから、このショールームライブ終了を押せばいいのかな。分からんけど、まだまだ慣れませんね。ではではでは、大富豪したいと思います。お、貧民富豪いいですね。私は今大富豪なので、皆さん一緒にやりましょう。ではいきますよ5秒カウントでいきます。なんか本当に変な感じ、パソコンってだけで変な感じする。全然違う。いきまーす。5、4、3、2、1、スタート。あ、ちさちゃんいたちさちゃん見てそう。すごい、120なんとか推し力きたーって。いたいたいた、どうしようかな。あ、いきなり出せなかった。真剣に今ね、階段できるやつがないか探してる。出せる、2枚だし。あ、出せる。縛り。出せない。ちなみに、あと一人は菅原さんと矢月さんの推しの方ですね。あ、確認しましたね。あ、上がる。
めっちゃみんなスタンプ押してる。曲名来たんですけど、私は大貧民なので割と割とこう低いカードが多いのでいけるんじゃないかなと思っておる次第でございます。お、間違えた、喋ってたら階段残しといたのに間違えて出しちゃった一個、意味なかった。まあでもいけるっしょ。あと8を出して5を3枚出せば終わりということで、第1回目符号になりました。ちょっと上がりましたね。大貧民から符号になった。寂しいから音楽鳴らそう。私のランキングは今23位です。だいぶ上がった。今日全身どんな服す？今日はなんか寒いから、いやこれ外で着ろよって感じなんですけど、あ、これはイングですね。安定のやっぱ安さで選んでます。この下のは、中のはこの間もショールームで着てた気がする。なんだっけ、え、ここに書いてないか、どっかに書いてあった気がするんだけどな。どこだ、え、ここに書いてないか、あった、あ、マジェスティックレゴンです。中野はこれはフリフリと袖もフリフリです。最初ありがとうって、こちらこそありがとうございます。そう、めっちゃ上がってきてんの、すごいよね。キャノンティって、おー久しぶり、フェイちゃんだ久しぶりにコメントが来た気がする。こんにちは、はじめまして、はじめまして、キャノティです、よろしくお願いします。よかったらルームフォローお願いします。よっちゃんもありがとうございます。今ですね、そうだよね、この時間だと初めましての人も多いから、ちょっと自己紹介させていただきますと、SK48 の石川かのんですキャノンティーって呼んでください。で、今何をやってるかというと、あの SK48 の大富豪は終わらないっていうアプリがあるんですけど、そちらをやっておりますそれをやってて、で今ゲームしてるんですけど、このゲームはなんか私と同じタイミングでやると、もしかしたら一緒に対戦できるかもしれないから、一緒に大富豪よかったらやってねよかったらやってね。よろしくお願いします。だから今大富豪中です。大富豪の配信を
困ってます。ちょっとおはようってコメントもさ変えよう。お昼だし、こんにちはにしとこう。はい、で2時までボーナスタイムだからとりあえず2時までやる。あ、この後2時からキャノティだけ出るガチャがありますんでおすすめ。ありがとう。あれか、あれ終わるもんね、ピックアップガチャ。え、なんか私のカードってガチャ引いたらなんか意味あんのかな。でも今のさ、なんか悪くはないけどどうなんだろう。覚醒してるやつとかなんか変えない方がいいのかな。どうなんだろう。今はですね、私は富豪です。強いカードってまだあるのか、ちょっとわかんないですね。一番左が一番なんか星少ない。 1,2,3,4,5 って並んでんのか。これお、じゃあもう一回やりたいと思います。ちょっとね、2時までなんでじゃんじゃんやった方がいいかな。いっぱい大富豪します。今富豪なのでベットしていきます。いきますよ。5,4,3,2,1スタート。早っ。アンキューさん、アンキューさんいそう。初見さんありがとう。今大富豪してます。どうしようかな、右かな。参加しますね、ありがとう。ちょっとテロップ変えとこう。内野の3があるので私からスタートしました。縛ってほしい。縛りますか。縛っちゃいますよ、そんなね。パス。A3 枚出しされたんで2を3枚出ししました。革命はいいや。階段9,10,11の階段。革命か。革命しちゃった方がいいのかな、どうなんだ。どうしようどうしよう、悩む。悩んで謎の銃とジョーカーを出した。謎の、特に理由はない。359は11とジョーカー。もうあとは安定の終わり方で終わりたいと思います。安定の、あ、終わりそうかな。あ、終わった。アンキューさん大富豪。あ、ほんとにいやー、初切りして終わるっていう
定番パターンですね。すごいテロップ変更しようと思ってさ、あって言ったらさ、アワケンゲットしてほしいですってテロップが出てきた。ということで、安定の符号で終わりました。じゃんじゃん行こう、じゃんじゃん行きます。じゃんじゃんいきますよ。じゃん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 。あ、またコメントが、新しいコメント、これか。よし、では初見さんありがとう。やっぱこの時間にあれだね、ショールームやると初見さん多くていいね。あんまりやらない時間なので、よかったらよろしくお願いします。これからんー、じゃあもう一回行こうかな。もう2時まではじゃんじゃん大富豪するんで、ゲームプレイしたいと思います。では行きます。いいですか。5、4、3、2、1、スタート。誰が来るかな、誰が来るかな。あ、モナカさん、いたいた。ケンさんはいる？あ、カード交換。うーん、来たーって。どうしよっかなー。しばっで、いいか、縛っちゃった。縛っちゃった。嬉しいね。4人中3人がキャノンティのカードです。3枚出し最近大きい気がする。9か、1出した。おっと、誰かが2出す気がする。ジョーカー、うん、まあ1回出しちゃってまあいいや。5、6、7、締まり、パス。もう私にあと8しか残ってないからやめとこ。
慎重に行きます。内切りは慎重に行きます。強いカードもないんだよね。今出しならできるけど。30、22、22は2。ジョーカーももうできん。ジョーカー2枚出ちゃったから。もっとケンさん大富豪。今日はちょっと富豪連続の日ですね。どっち先出そうかな。とりあえず2枚出し早くこぼしたい。お、迷っていらっしゃる。これは上がりますね。5。8出しちゃおうっと。もうどうせジョーカーがもう2枚出てるからスペさんを出します。5 J。 あと1枚、あと1枚だよ。あ、終わる。はい、ということで3位になりました。不合になったんですけど、でも1位と2位キャノンティーかな、もしかな、分かんないけど、キャノンティーのカード使ってる人だったら別にあの上位にいていいかなって感じですね。まだ終わってなかった。でもまたやります。何回もやるんで、ぜひ一緒にやりましょう。めっちゃすごいにならずって。でも全然キャさんのカード使ってる人ならいいんですよ。じゃあもう一回いきますね。ハートも補充したので当たりたい。当たれ、ぜひぜひ。宝くじ何枚持ってる？宝くじは今175枚持ってます。めっちゃ持ってる。ではいきます。あ、これは私が5秒カウントするので、みんなはなんか多分ショールームタイムラグあると思うので。あ、てかさ、今日何秒か分かるからさ、何秒ってちゃんとしたタイミングでやろうかな。じゃあ1時35分ぴったりにやります。あと20秒ぐらい。1時35分ですよ。来るぞ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 。へい、早い早い。一瞬一瞬。あ、キャさんのカードの人いそう。警察タンタンさん、キャさんのカード使ってくれてます。タケさんすごい。キャノンティのときめきでまた当たってますね。あ、しかもいい感じのカードくれば。階段がない。3枚出すもんな。
パス。二枚出しはさすがにあるので出します。二枚結構あるかもな。よくわかんない、なんか中途半端なカードが多いから。なんとも言えねえ。3枚出してきた。3枚はない、3枚はないぞ。3枚はないんだ。2枚はあるんだ。ジェレナさんのカードを使ってる人が J と J を出しました。でも私は K と K があったのでキャノンティは K と K があったので出しました。やっぱカなのでね。縛ってほしい。縛り激縛。この階段になりそうだけどなれない、なんとも言えぬ一個抜けてるカードの時ちょっと悔しいちょっとなんかあと一歩だったのにみたいながありますね。あ、終わりそう。一人たけさん大富豪になった。あ、今適当に押してた。2を出して8を出して10を出して終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。コメント更新されない、自動で更新されてほしい。大富豪登録してきました、ありがとう。ぜひ一押しを私にしてくれたら嬉しいです。あ、警察探いたありがとう。対戦しましたね。あ、おしめば石川ちゃんしてきました、ありがとう。いいなーって。最新コメントありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さっき5で当たったのに10くらいからカウントした方がいいか。そんなにラグある？そんなにラグあるの？びっくり。コビアもラグあるの。じゃあ10秒カウントの方がいいのかな。新しいコメント、キャノティのカードセットしてきた、ありがとう。あ、そうだ、まだそうだね、今日初めて大富豪は終わらないの。
アカウントを入れた方はぜひ今日の2時、あのお昼の2時ですねからの一押しガチャっていうのをやるとキャノンティのカードが出てくると思うので、そのカードをコレクションってとこでセットしてくれしてプレイしてもらえたら嬉しいです。ではもう一回行こうかな、1時42分から10秒カウントでやりますね。待機中、1時42分です。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。あ、待って、あれ警察官またいるまたいる、ミロさんもいる。待って、真剣にカードを交換するのを選びます。またいたまたいました。どうしようかな、考え中です。はい、まあ今のところはいい感じです。めっちゃ真剣になる。どうしようかな。パス。今回8がないからきついのか。自分のターンが来れば割とね、いい感じなんだけどね。ちょっとね。なんか蜂とかがないからちょっときつい。そんなこんなでも一人があと3枚になって、あ、また、大富豪が決まった。3枚出しはできる。確認して。誰も3枚出ししなければいけるかも。あ、もうこれはいけますね。はい、ということでキャノンティの今回の結果は第2位でした。ちょっとマイク持ってる時の拍手の仕方しちゃった。いや、これは階段出して階段出して革命して3枚出しして最後1枚出しました。もう自分のターンが来ればこれは自分の波に乗れると思ったからなんとかいけたけど、はい、ミロさんも警察さんも終わったということで、あと15分あるので
もうちょっとできるかな。まだやります。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。みんなの準備はいいかい？ありがとうございました。ではいきます。1時47分から10、9、8、7、6、5、4、3、2、1スタート。お、ハサさん、ルフィさんいますか？見てますか？どうしようかな。あ、いた。やっほー。うん。出しちゃえ。あー、せっかく2位出したけどジョーカー出されちゃった。ルパン三世さんって前も一緒に対戦した気がする。エゴさん推し。2枚出しして、あとは、あ、もう大富豪が終わりそうですね。私はまた富豪になるのかな。まあ、終わった。どうしようかな、大きいの出しちゃおう。八切りして、四を三枚出して終わり。はい、ということで安定の符号になりました。結構ね、符号続きが多いですね。でも符号ぐらいがまあちょうどいいっちゃちょうどいいんですけど。あら、今富豪。じゃあぜひなりすましで大富豪に会いましょう。お、決まりそうかな。決まった。安定の23位。あと10分か。10分なんで、ちょっと残り少なくなってきましたが、もう一回やりたいと思います。ありがとうございました。こちらこそ。ではもう一度いきたいと思います。準備はいいですか？
じゃあもう時間関係中途半端だから10秒カウントでいこう。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。充電しながらやろう。やっさんいる？じゃなくてダイヤの3があるのでダイヤの3を出しました。2枚出し。待って、全然なかった。2枚強いやつ。簡単途中で電波悪いと返ってしまった。わかる、私もそれたまにやる。さあどう来るか。2枚出しして、2枚出しが来た。待って、どうしよう。めっちゃめちゃ弱いカードしか残ってないめっちゃめちゃ いいですね。毒3枚出ししてもらったんで、7を3枚出ししました。8切りして3めっちゃ 怒ってるスタンプ送られちゃった。ごめんなさいね、上がっちゃいました。ちょうどよかったありがとうございます。皆さん、あ、ありがとうございました。皆さんすごい大変豪だということで、またまた富豪のまんまになりました。昼休みになったら見に来ました。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。あと6分で2時が終わってしまうので、もう最後くらいの大富豪かな。一瞬大富豪やりましょう。10秒カウントでいきます。いきます、いきます。いいですか、いきますよ、いきますよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。ドゥルルルル。ディーディーさんいるかな。なんかみんなめっちゃ推し力高いよ。めっちゃ強そう。どうしよう。私が
3出したらちょうど 3枚出された。え、どうしよう。え、考え中だよ。自分に対、自分で考え中って喋って考え中だよって答えて。じわる。ジョーカーはまだ出しません。2枚出しちゃう、弱いやつ。なんとも言えない真ん中ぐらいのカードが最後残ってしまった。どうしよう。大丈夫かな。2枚は揃ってないからな。2枚出しだ。ダメだ。終わった。終わった。もう1枚ずつしか残ってない。みんな2枚出しする。なかなか出せない。ああ、もう終わるし、うち応援中って書いてある人。終わっちゃった。大富豪になったよ。あとは、私は1枚しかないんですけど。あ、みんながパスしたので、J を出して、終わりたいと思います。終わりました。なんか今日はすごい富豪の女って感じでしたね。あ、待って、ギリあと1回対戦できるかも。2時前にギリあと1回対戦できるぞ。キャさんは今富豪です。富豪の女なので、行きます。早く行きますよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。早っ。あら、ムリンさんいますか？あ、アライフさんか。ありがとう、当たったね。どうやってやろうかな。あ、今回は結構同じ記号のやつが多いから、自分のターンになれば割といけるかなって感じですね。9 10 10
90JQK で革命会談しました。ただこの後どうしよう。789ジョーカーで革命返しして、あ、もう2時になった。9を出して、あとは、うん、1枚出しができるのを待つしかないですね。と思ったら革命されちゃったどうしてどうなるのか。結構強いカードだったから、あと1枚が革命されちゃったからちょっときついかもしれん。うん、どうなるかな。あ、革命返し来た。でもこの人もう終わりそうだな。一枚出したい、出したい、お願い。あー、私の前の人がなかなかね、こう私が出したいっていう時の前にこう出してくる。あー、でも一人終わっちゃうな。一人終わりましたね。縛りか、縛りはきついね。1 私の前の人がすごいすごいね。しかも待って、符号取られちゃった。悲しい。最後の最後で、ね、キャノンティー最後の対戦はですね、キャノンティーのカード2人、私は貧民で終わりましたね。一応4月は今日、今から1月31日までやってますね。あ、スタンプが増えてる。え、どうなんだろう。なんか私の自分の今持ってるカードを大好きした方がいいのか。でもそんなにもない。何が出るんだろう今。私の、あ、エラーになっちゃった。今の私のカード見えるかな。見えますか。なんかガチャやってなんかどんな感じなんだろう。ガチャ引こうかな。SAC 出た、出なかった。あら、あ、でもさ、新しいなんかレベルが高いやつ、レベルとこがさ高いやつ出たらそっちにした方がいいのかな。うん、公開ガチャ
公開ガチャです。もし一回やってみる？よくわかんないから一回やってみようかな。わかんないけど、やってみよう。バンマン何が出るんだろう。でも私ありとも自分の持ってる気がするんだよ。でもさ、カードって26全部であるのか。リアリティ、レベルと特攻はさ、別にどれはさ、そんなに一押しとかどれとか書いてないの。SEC は今クリスマスの使ってるんだけど、レベルが54で特攻が187。アイコンは自分のだよ。育成倍増券10倍買うといいよ。育成倍増券持ってるだけでさ、普通にこう やってたら上がるってこと？誰かじゃない。あ、そっか、育成倍増は コインで買えるの？お正月のか。でもね、お正月もね、持ってる。あ、でも 202.5 だから、これは違うか。星4つの方か。とりあえずガチャ引こう。もうわかんないから。引きます。まとめてめくっちゃおうと。じゃん。え、これはどうなんだろう。なんかね、ピンクの、これはどうなんだろう。なんか色が可愛いやつが出た。新しいやつ。コイン星3つのはね、これに変えようかな。これは
待って、なんかさ、星3つのやつってさ、自分のさ、お誕生日の時のカードとどっちがいいんだろう。特攻はお誕生日のやつの方が高い。あ、とりあえず特攻の大きいやつ、じゃあ特攻の方にしよう。ってなると、とりあえずさ、全部特攻大きいやつにした方がいいのかな。1234、これなんだろう。あ、嘘。じゃあ今までのが一番無難かな。誕生日カード、メッセージ。あ、そうだよね、メッセージ出てきたよね。私も出てきた。急に変わった。びっくりした、あれは。ちょっとカードは引いたんですけど、なんか、って感じだったから、このままにしときます。特攻高い順に。だと、今までの方がいいですね。あ、そう、ハートがコインで硬いんね。ね、そうなんだよね。まあそれはでも CM を見るしかないですね。はて、こんな感じかな。エメラルドはガチャ券はちょっと微妙。今239エメラルドあってさ、1個買えるの300だから、アイコンはね、自分の持っていますよ。お正月のやつ。もう一回引いた方がいいかな。なりすまし券ね、なりすまし券。なりすまし券ってやっぱさ、なんか、あれなのかな。使っといた方がいいのかな。SEC カードは今持ってるのはなんだっけな。これ何？プレゼント持ってるやつと、なんだ？バレンタインかな？めっちゃハートのやつ。プレゼントの方が高いから、なんか、そっちにして。プラ
ースみたいなやつがさ、覚醒したやつか。今ね、星1個と2個と3個のやつは覚醒してる。なんかこれ引いてさ、もうこれ以上さ、いいカードが出るのかな、そもそも。もう持ってるからさ、カード引く必要ないのかな。あ、そうそうそう、レベルアップするとシークレットボイスが聞けるので、ぜひ皆さん試してみてくださいね。それならなりすまし券とか買った方がいいのかな。重なるとレベル上がる。同じカード引いてもさ、レベルって上がるんですか。じゃあ引いた方がいいかな。もう一回ぐらい引こう。もう一回ぐらいガチャ引きますもう一回引きます。いきます。あ、だからさ、ジュンジュンみたいなさ、レベルアップするようなさ音が聞こえるのか。いきますよ。待って、嫌な予感しかしない。なんか全部同じ色なんだけど改めてめくろ待って、絶対これなんかこのやばい、悲しい悲しいよ。でもこれで、でも同じの持ってるだけでレベルアップするなら、別に引かないよりかは引いた方がない、いいということでもう一回引く？もう一回引く？次に出るかな？めっちゃレベルアップね。渋いよな、ちょっとな。これは渋い。じゃあ次で最後にします。次で最後にする。もう一回引きたいって言って何回もやっちゃうやつですね。それかあれかな、今さ2時になってみん始まったばっかじゃん。もうちょいさ時間経ってから引いた方がいいのかな。そんな関係ないのかなあと一回引いて終わりにしたいと思います。いきます。だって残り8回しか引けないんで、これ引いちゃえ。ちょっと明るくしよう。はい、来い来い来い。待って、でも微妙、1個しかない。お、これは来たんじゃないか、これは来たんじゃないか。これはなんと、なんとですよ、お正月の SEC が出ました。
あ、これはいいのではないか。これは引いてよかったのではないか。え、これはじゃあ、これをこれに変えた方がいいかな。これでこれを一押しにします。これからこの子を大切に育てていきます。ね、これは良くない？お正月の SEC だよ。割といいカードが、なんか星4つのやつと5個のやつさ、どっちもお正月のやつだ。推し力は1188.4 1188.4。いい方なのかな、どうなんだろう。でもすごい人もっとすごいよ。線はね、そう超えてんの、もともと。でもちょっとさらに増えたのかな。1100超えてたら、お、じゃあ割といいのかな。よかった。もう高いって。じゃあいい感じですな。あ、すごい、新鮮、すごいな。しかも大富豪は終わらないで、ここなんかさ、これ撮るときさ、なんかさ、普通のもう板だった気がする。上にかかってたのかな。すごい。という感じでガチャまで引いてしまったんですけど、あ、そう思って見てた。え、そうだよね。そうだから、ぜひ、まあ、これから多分ね、お昼配信で初めての人も多いと思うので、大富豪始めた方はぜひ、あのガチャ、今一押しガチャ始まったばっかりなので、まだ始まって24分しか経ってないので、ぜひ引いてみてください。え、ガチャ引きたい、またガチャ引きたい。コメント変えよう。コインはあるから、だから何に使うかだよね。本当に。一押しガチャに使うのか、なりすましに使うのか。でもなりすませに使ってもさ、なんか結局あれだよね、革命されたらとか。もうでも運もあるからな、難しいよな。ランクは43か。気づいたらめっちゃ上がってた。私最初の方全然大富豪さ、
なんかやってたけど、めちゃめちゃやってたわけじゃないから、なんかそんなにランク上じゃなかったけどさ、気づいたらめっちゃランク上がってる。はい。ということで、ね、そうね、じゃあガチャはまた今度にしますね。また今度やるかもしれないので、よろしくお願いします。終わり。そうね、とりあえず配信終わりにしようかな。みんなありがとうございました。なんかずっとテレビつけっぱだった。フォローしたよ、ありがとう。楽しかった、ガチャ引けてよかった。島風丸さん、山ちゃん、さちゃん、ハートありがとうございます。ハサさん、クマありがとう、前職さん、こたつありがとう、ミロさん、ハートありがとうございます。はい、ということで終わりにしたいと思います。初見さんがすごく多かったので嬉しいです。ぜひこれを機にフォローしていただけたら嬉しいです。あとは今最後のお知らせ、最後のお知らせしていいですか。何これ、なんかいつ描いたのかよくわからない絵がある。はい、曲も終わったところなので、お知らせ、SKF48 って言うとそういうとこあるよねの握手会があります。2月2日は完売してるんですけど、8、9、23もはまだあるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。そう、パソコンだとめっちゃ見やすい。横浜ビッグサイト幕張メッセも、で大阪はそうですね、もう完売してるので、ぜひ皆さんに会えるのを楽しみにしてます。で、ラニエちゃんやるのと片出しの、まあね、今度多分にじゃないよの YouTube とかが上がったら、まあそれをね見てほしいんですけど、その服なんで、それとか、あともしこう学校帰りとかに家に取りに帰れたら、なんか前着てた、最初の頃着てた初めての握手会とかの服装とかも本当はしたいんですけど、ちょっとまだそれはわからないです。でも服もまた新たにね買い足そうかなと思ってるので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。お願いします。明日までなの、89は、89、じゃあとりあえず89ですね。まずは横浜とビッグサイト、どっちも関東なんですけど、ぜひよろしくお願いします。待ってます。まずはじゃあこの2日間ですね、ぜひ完売目指していけたらいいなと思います。そして一応先にはなるんですけど、こちらもお知らせで、3月21日パートメッセ名古屋、あとは愛知スカイキスポで3月29、5月2、3にもやるので、全部私は3部になります。13時から14時の間で握手するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。一緒におしゃべりしましょう。よろしくお願いします。今度は大富豪当たること楽しみにしてますね。ぜひまたやりたいですね。うん、
よろしくお願いします。大富豪のイベントは今週の金曜日までなので、あと数もう数える、もうあとちょっと、本当にちょっとなので、ぜひよかったら一緒にやりましょう。コメントも読むのか。あ、名古屋追加できます、だって。じゃあぜひ待ってます。握手会最近なんか全然みんなの前に会ってないので、そう、金曜日はなんだっけ、社会人チコチームもあるので、ぜひよろしくお願いします。では終わりにしようかな。終わりにしますね。皆さん、ライブ後配信ありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。ぜひ大富豪と握手よろしくお願いします。これさ、切り方がさ、ちょっと不安なんだけど、初めてパソコンで配信したからちょっと不安なんだけど、大丈夫かな。ちゃんと切れてるか不安。じゃあ切りますね。バイバーイ。待って、 OBS の方を終了。